皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の21日、13時2分、請願法による陳情と、一応言っておきます。アメリカの、議員の方たちや、一般人の方たちへの、ご要望といいましょうか、そうですね、要望ですね、提案というわけでもないんですが、日本のニュースがどこからごめん、正直僕もよくわからないんですけども、この間ね、共和党の、党首を決める、大統領選に出馬する、共和党の代表者方たちの、選挙が行われていると。で、最初の方の週なんですけども、トランプさんが、選ばれていると。で、ヘイリーさんという女性の元国連大使経験者の方、たまに僕も言い間違いで、もしかしたらヘンリーさんって言ってしまうかもしれませんけども、ヘイリーさんですよね。なんか日本の報道機関が引っ掛けとか何かしてるのかなってどうしてもちょっと考えてしまうんですよ。あと、男性の候補者の方のディサントスさんでしたでしょうか。ディサントスさんか、ヘイリーさんでいいと思うんですよ。で、ヘイリーさんの場合は、国連の大使をご経験されてますから、どちらかというと、その女性の、ヘイリーさんの方が、適任じゃないかなと私は思ってるんですが、トランプさんの年齢なんですよ。77歳という年齢で。もうその年齢で選んでも、正直もう皆さん思うでしょ。特に僕ぐらいの年齢とかもっと若い方もそうですけども、その難しい仕事をね、70を超えてるような人たちに任せていいのかっていう部分、本当にできそうができなさそうなところでね、無理あるじゃないですかっていうところで。で、別にジョー・バイデンさんのことが嫌いとかそういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、ジョー・バイデンさんもご年齢がもう80代じゃないですか。だからもうその時点で絶対無理があると思うんですよ。で、これはアメリカだけじゃなくて他国も同じで、もう70歳超えてその国のトップにそれからなろうとするっていうのはもうこれは絶対無理だと。だって例えば65歳とかでトップになって、その1期目が終わって、国によっても任期違いますけども、2期目とかが入ってね、就任してる間に70歳超えたりとか、だからそれがジョー・バイデンさんのケースだと、大統領として勤務してる間に80歳を超えたっていう例になってくるんですけども、もうある程度の年齢の方たち選ばなかったら、その長い間長期政権の方はどこの国も望ましいんですよ。そのいろんな国でね、いろんな会議を行って、いろんな話をいっぱいしてきたから、その会議をしてきた当事者の人たちじゃなかったらわからないことがいっぱいあるんですよ。で、急に業務引き継がれたって、その引き継ぐ方も大変なんですよ。だからある程度、どこの国もその長期期間、そのトップを担っていただきたいんですけど、いろいろあって、あまりにもこう、体調不良とかにつながるようでしたら、別の方がね、変わってあげなきゃならないっていうことはあるかと思うんですけども、その年齢のところでね、その第一義的にアメリカの方も、その投票するときは一般人の方たちからの投票になるじゃないですか。そしたら年齢見てまずもう無理だなっていうところはもうきっちり決めておきましょう。そうじゃなかったら、例えば60歳超えてるような人とかに投票してしまうじゃないですか。で、その世界はやっぱり無理があると。で、そこからいろいろ時間の経過があって、その大統領に選ばれる云々の話とかありますから、だからもう国民の段階の時点でその辺のところはしっかり区別しなかったら、おじいちゃんとかを盾にして、物事をっていうような形にも見えるときは見えてしまいますし、それはかっこ悪いでしょうと。40代とか、少なくとももう50前半の人とかでね、しっかりとした世の中を作るんだっていうような形で、そのエネルギーの残存量問題込みですよ。しっかりの意味を完全に間違えている人たちいっぱいいますから。
ただただ一般人の人たちに仕事を与えて、お金を回したらいいって勘違いしている人、もうそれしてしまったら絶対エネルギーの残存量までどうにもならなくなるから、でもう、現時点でもうほぼほぼ無理なんちゃうかっていうところまで来てますから。現実アメリカだって、石油採掘可能埋蔵量技術的にね、もう残り11年で、ブラジルとかメキシコもそうでしょ、中国も十何年でしょ、ロシアなんかまだもうちょっとありますけども、だけどもう1万5000メートルまで底掘ってくれてるんですよ。約20カ国ほど、まあ、正確に言うと15から17ぐらいですかね、その2020年のデータで技術的採掘可能埋蔵量が20年以下の国が、まあ、15か17カ国ほどあるんですよね。だからそこら辺の国が、その仮にね、自然再生可能エネルギーとかを普及させて電気自動車をある程度、混ぜ込んでいって、で先延ばししたとしてもたかが知れてるんですよ。で、1日に採掘できてるその採掘量が、日本の新聞とかですよ、報道機関で発表されてる数字なんですけども、まあ大体平均的に物事を言うと、1日にアメリカとロシアとサウジアラビアが1日1000万バレルほどの採掘生産をしてると。そういうことになってるんですよ。まあもちろん減産する時期とかあるから、その時によって、まあ内容、数字変わってくるかとは思うんですけども、だからそのアメリカとね、そのブラジルとかメキシコとか中国とか、まあ他にも、その15カ国か17カ国がね、1日の採掘量がもう極端に落ちてくるのはもうまず間違いないんですよ。ちょっとぐらい先延ばししたところで。そうなってきたときに、じゃあ他の採掘してるところでその数字を補えるかって言ったら、これは無理になってくる。どう考えても。で、そういうことを含めてね、もう自分たちの世代で急にね、物流が止まり始めたりして、スーパーマーケットに食料が並ばなくなってするかもしれないっていう危機感を持たれてる方が上にならなかったら無理だと思うんですよ。どうしても。絶対頭の中で考えちゃうじゃないですか。いろいろこう、ね、普段はね、みんなのために頑張ろうって、そのエネルギーの残存量問題も頑張って取り組もうとか、勇気を持って、自動車も、生産量、大きく、削減しなきゃダメですよって、一般人の人もみんな電車バス徒歩ですよって、それちゃんと自分は上になって言うしかないって思ってる人たちだったとしたとしても、やっぱり政治の話、ややこしい話はいっぱいありますから、みんなから、あれこれ言われると、記事でもあれこれ書かれると、でそういったところでね、もうそんなに身勝手なことばっかり言うんだったら、もうええわってなってしまってするのが、もう正直人間の心情じゃないですか。みんな協力してくれないんだったら、多分俺だって無理なんだしって、その大統領になったところでって、そうなっちゃいますから、だから、その辺のところは、まあ、みんなが協力してね、まず第一義的に投票行くときに、ある程度の年齢の人に投票しましょう。もう60歳超えてる人には投票しないとか、65歳超えてる人には投票しないとか、もう多分もうそれ60歳超えてる人には投票しなくていいと思うんですよ。本当に。無理がありますから。感覚的に。自分が生きてる間ぐらいは、まあ輸入大丈夫かなとか。それ考えちゃうと思うんですよ、正直。その民主主義の投票の時に、やっぱり、仕事もらってるんぬんとかで投票、この党にとかでこう投票しに行ったりしてしまうでしょ、正直。それがダメなんですよ。自分たちが本当に、もう生活保護でもいいじゃないですか、最悪。だって食料がスーパーマーケットに並ばなくなって、飢え死にするぐらいだったら、もう日本の場合はもうほとんどの人は死にます。まず間違いなく、そういう状況が来たら、エネルギーの輸入はね、極端な話、ガソリン、石油と、石炭とガスの輸入が止まるだけで、ウラン鉱が入ってきたところで、ある程度の地域の電力が使えるだけで、もう全然足らないですから。それで電気自動車で運搬とか、そんなわけのわかんない話、絶対通用しませんから。車の台数から、トラックの台数から。そもそもトラックなんか、ね、電気自動車かなんかしたら、バッテリーだけでトン超えるんですから。エネルギーの使い方がもうめちゃくちゃになる。だからそういう部分を含めて、もう日本もそうなんですけども、世界的にね、しっかりと
ある程度の年齢の方に投票すると、40代とか50代だとか、まあ、もちろん人生経験、いろんなどんな経歴をしてきたかとか、そういうところも重要だと思うんですけども、そういうそのエネルギーの残存量問題っていう、ものすごく重要なところをしっかりと取り組まれる方、選ばなかったら、もう車作りすぎなんですよ。例えば2020年で生産された車の台数が、世界全体でですよ、7000何百万台なんですよ。で、それは、EU の一部の地域で作られているトラックとかバスの生産量は省かれていて、南米の部分も省かれてるんですよ。だから南米一体全部ですよ。で、2022年かな、23年かな、その生産台数が8500万台。だから1000万台ぐらい、1000万台近く増えてるんですよ。年々増えっぱなしなんですよ、生産量が。エネルギーの消費は拡大するんですよ。で、技術的採掘可能埋蔵量は先延ばしなんかがすごく難しい状況になってくるんですよ。どう考えても。だって車作っちゃってしまってるんですもん。で、世界中に出回ってる車が15億台もあるんですよ。で、新車で販売した以上、新車で買った人は10年以上乗ったりするでしょ。まあ、オイル交換とかしたりだとか、まあ、場合によってはプラグを交換したりだとか、まあ、いろいろあると思いますよ。タイヤ交換はまあまあさすがに10年乗っていれば1回ぐらいは絶対すると思いますよ。短い距離しかたまにしか乗らない人でも。だけどももう15億台も世界中で出回ってしまったらもうどうしようもないですよ。エネルギーの消費量がその後 10年以上だからもう2024年で4月で今年の4月にガソリン車販売停止、電気自動車も補助金なしで販売する。で、生産量を、世界中で、自動車関係の生産量を100分の1まで落とすと。これ即座にしなかったらもうどう考えても手遅れになるんですよ。もう僕より若い人たちなんかもう絶対どうしようもない。で、僕の年代でも本当はもう危ないから。僕はもう60歳ぐらいになった頃、もうこれぐらいしか日本には原油、売れません、ガス売れません、石炭売れませんか、もしくは、ごめん日本、友好国だけども、もう我々も自分の国の人に言われてるからだ。王様、他の国に石油とか売らないでくださいよって、我々の分がなくなってしまいますよって。どちらにしてもこんなの時間の問題なんだからってなくなる時期が来るのはあって。それに向かってみんなどうすれば生き延びれるかっていうことを考えなきゃなんないのに他国に売ってる余裕なんかありませんよってもう日本に謝ったらいいじゃないですかってごめんって悪いけどもう自分たちの命をもう守らなきゃなんないから申し訳ないけども日本に売ることはできないわって言われると思いますよ普通の考え方で言うこと無理して売ります自分の国が石油とかガス尽きた時に他国からね輸入するあてないんですよないのに残りの残存量とかね、それによって早くたくさん売ってしまうことによって、自分たちが滅亡する時期が近づいてくるんですよ。その国の人たちが、サウジアラビアとかロシアとか。その状況下で、売ってくれると思います?その時点で、そんな考えを持っている人たちが大穴で現実から乖離しすぎてるんですよ。物事の見方を。だそういう部分も含めてね、まあ、日本でもそうですし、中国の方でも、ちゃんと車の生産台数を抑えて、で建物もたくさん作りすぎてるから日本だけじゃなくて日本なんて東日本大震災という、津波のね大きな津波が発生した、地震のことなんですけども、それは2011年なんですよでその頃は空き家の数が600万件ぐらいだったのがもう今1000万件超えてるんですよで生まれてきてる男性と女性の、人たちの数はもう合金でなんかもう40万人ずつぐらいなんですよずーっとこう減っていって逆三角形で買い手がいるわけないんですよそれなのに建築業界の人間はずーっとマンション作ってるんですよビルでビル作ったらどうなるかって言ったらねビルを購入した人がいたらいたでエレベーター稼働するでしょエネルギー余計使うでしょで、高いビルなんか論外あれ何してるかって言ったら電気使ってダムの水汲み上げてるんですよダムより低い位置にあるから。ダムよりも高い位置にあるから。ダムよりも高い位置にあるから、電気使って水汲み上げてるんですよ。水圧じゃないんですよ。これがこの世の中の実態。で、肝心要の建設業界の
現場でね働いて、一生懸命働いて、ちゃんと丈夫に建物を作ろうと思って建てて頑張ってる人たち、その人たちはそういう知識持ってないんですよ。え、そんなに作りすぎてんのっていう、こういう状況なんですよ。だから上の方が金儲けに走ってしまった。でその元は何かって言ったら、高級車買ったりとか、もともと家が高級車で、大きな家とか建てちゃダメだから、もともと。まあ、お墓とかもそうなんですけども、余分なエネルギー浪費するだけで、そこにもともと骨は埋めてないから、海に散骨か山に散骨なんですよ。火葬場で燃やした後。私は母が亡くなった時に、それははっきりと分かったんですけども、正直自分の親とかが亡くならなかったら、人から一回聞いただけとかだったらずっと覚えてられないでしょ。なんかそういう墓を売るっていう悪どい商法がね、続いてしまっている。納骨堂なんか全額返金しなさいってオーナーに判決出てるんですよ、裁判所から。何年も前から。何違法行為してんのって。霊感商法、悪徳商法って。だって、ゴミとかに骨巻いてるのに、なんで納骨堂があるの？行政がちゃんと指示出してるよって。ね。うん、けど、その判決をテレビで放送してるテレビ局が、納骨堂の CM、納骨堂を持ってるところの会社の CM、平気で去年とか流してるんですよ。もう世の中めちゃくちゃでしょ。本当にしちゃダメだっていうことは、僕のホームページにきちっと書いてますから、まあ今言った内容だけでもしっかり覚えていただいた、だいぶ違うんですけども、そのね、建設業界の件と、車を作りすぎてる件、これを、この2点をどうにかするだけで、エネルギーの損耗っていうのはだいぶ違ってくるんですよ。あと万博とオリンピックいらない。12分にいらない。もう採算性が合わないスポーツみんないらないから、本当に。してることあんまり意味ないから、本当に。そのための経済原理だったはずなんですよ、もともと。まあ、その辺のところを含めて、皆さん、投票するときに、まず議員さんの件に関しては、ある程度の年齢を選んでいた、の方を選んでいただくと。もう絶対無理だから、トランプさんも、77歳っていう年齢で、そんな大統領の仕事なんて。それは差別とかじゃないから、我々だって、ある程度の年齢の人たちだって、もう、その上の方が、そんな、ね、ね、おじいちゃん、おばあちゃんで物事回るかって言ったら、回らないことぐらい分かるじゃないですか。無理あるなって。そういう、ある程度の年齢の方選ばなかったら根本的に無理ですから、皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。